カを入れて戦うんだ。いざー最高したいです。ただこれまで積み上げてきたものの上に積み上げたいという思いがあります。前に出る姿勢だとか、これまで大事にしてきたものを今シーズンも見せるんだというね、配慮をしたいなと思ってます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。おお。おお。下向いてね。最中からね。加入大畑が右で先発です。酒井城は中塩の捕獲、佐藤天笠、風間、杉本、そして高澤優也が群馬に戻ってきました。平松とツートップを組みます。何がおかげで戦うんだ、人生かけて戦うんだ、自分自身のこの人生かけて戦うんだ、一戦一戦だからな。それが今日 100% だぞ。それしかねえんだよ。それだよ、私の生き方を。え、最後の一発。じゃあ全員で戦おう、集中して。ハイガーとして絶対勝ってよ。集中して、よし、よし、よし、全員で行こう。はい、行こう。さあ、行こうよ、行こうよ。今日はリーグの入りやろ。入りやすいやろ。楽しい一年決まるよ、これで。勝つよ、勝つよ。
選手はこのチームの代表として責任を持って戦いましょう。結果に戻って必ず勝ってここに帰ってきましょう。よし、いざ。止めに行ったんですけども、難なく縦へ行き、田中渡る狙う。おお、こぼれた。顔面ブロック城は。風間のキック。真ん中。大畑。酒井でしたか。天笠が拾う。天笠入れてくる。いいボール、こぼれて、タッチが回った、危ない、これはファール。佐藤のキック、サンサイド、キーパー、こぼれた。高澤、新加入高澤、開幕戦で取りました。さよー、ナイスキーパー、クリア、試合終了。両チーム点を取りに行った90分、結局1対1、2024シーズンの開幕戦は引き分けです。勝ってるチームはカウンターだから、カウント打つ。OK?
え、絶対絶対絶対。これはもう痛い教訓だったけど、これをまた次に伝えよう。それだけ。あの、今日できることは、これ。あと体を休める、あとはやる。それだけ。ね、今日もやった。お疲れ様、ありがとう。はい、ありがとうございます。開幕戦ということだったんですけども、あの天候がね、少し寒い中で雨ということで、その中でもサポーターの皆さんが最後まで声を出していただいて、試合前もバスをお出迎えしていただいて、すごくいい雰囲気を作っていただけたので、なんとしても選手と勝ち点3を取ろうという話はしていましたけど、まあ、勝ち点1やっぱ2点取りたいなっていうことは話してました。まあ、相手の良さだとかいろんなのはこうしっかりと見てゲームに入って途中でも変えますけれども、やっぱ2点取りたいなというところを感じたゲームでした。以上です。どうでしょう、これからじゃないですか。まだまだあのやれるところがあると思います。あの彼らだけじゃなくてね、今いる選手たち、今日メンバーに入ってない選手も含めて、まあ、ちょっとあのメンバー選考に困るぐらいね、みんな頑張ってくれてるんで、あのカップ戦もね、今年は2つになりますし、あの全員でいろんなところに向かって、あのなんていうかな、戦えるシチュエーションがあるんでね、あの全員で力を合わせて頑張りたいと思います。本数が増えるとね、いいですよね。やっぱあの形で取ったし、あの何回かそのいいチャンス、コーナーキックとかあったんで、フリーキックもそうですね。あのだからその回数が増えるといいですね。変わらず皆さん、サポーターの皆さんがこういう中でもね、後押ししてくれてるし、あの僕3年目ですけども、徐々に徐々にその後押しが強くなっているともう実感しています。さらにこういう後押しがね、あのいただけるようなことをね、あの目指してやっていかなきゃいけないなというふうに感じました。あの本当にサポーターの皆さんに感謝しています。だからトレーニングからしっかり準備するし、あのなんていうかな、あの非常に真面目な男だなと思って見ています。あのあんまり口数が多い方ではないように見えますけど、あのトレーニングからね、一生懸命やるし、あのそういった目で背中でも見せてくれてるなと思っています。はい、まあ、ザスパ何でしたっけ、2つ期待したい、期待したい、 得点です。はい、得点です。はい、やっぱり1点じゃ足りないなっていうふうには改めて思いましたし、まあ、チームを助けるためには前線の選手は1点じゃなくて2点3点取らなかったら、こういう試合展開になっちゃうんだなと思いました。まあ、もっともっとこう攻撃をもっとチームとして磨いていきたいなと思います。まあ、本当に5年ぶりに帰ってきて、すごいそういう声援は嬉しいですし、あの試合前スターのバックさんに挨拶に行った時がすごい、あの自分の名前を呼んでる声というのは多く聞こえたので、すごい期待されてるなっていうふうな実感はありましたので、やっぱりあの点が取れたことすごい嬉しく思います。新シーズンということで、やっぱりお客さんの、まあ、期待みたいなのも感じましたし、あの雨の中来てもらったお客さんのためにも、あのなんとか勝ちたいなと思って行ってました。鹿児島がやっぱ前から取りに来るっていうのはスカウティングできてたので、そこでこう付き合わずにやっぱり背後を意識しながらということだったんですけど、まあ、前半なかなか難しい時間も多くて、まあ、でもそこは耐えようって感じで、今日の結果内容、まあ、誰一人やっぱり満足してる人はいないと思いますし、まあ、自分自身も含めてもっとやれることあったんだなというふうには思ってるので、あのしっかりと分析してまた次の試合につなげたいなと思います。僕はこのクラブに入って5シーズン目ということで、一番古い選手でもあるので、クラブの歴史みたいなのを知ってるつもりですし、今までのザスパのエンブレム、ザスパ草津群馬から、まあ、ザスパ群馬になって、まあ、群馬全体オール群馬でっていうことだったので、すごい僕の中でも熱い思いみたいなのがありますし、その中でも、まあ、開幕戦というのは非常に大事な一戦だったので、まあ、すごくこう気持ちは乗ってたし、まあ、僕自身のコンディションも良かったので、すごい楽しみなゲームでした。やっぱり過去のザスパを尊重しながら新しいザスパになっていくための第一歩で、もっともっと上位に上がっていく上ですごい大事な一試合だと思いますし、まあ、僕たちの戦いを見ていただいて、もっと背中を押してくださったり信じてくださるサポーターもたくさんいると思うので、そういったところでは少しは示すことができましたけど、結果としては物足りない印象になってしまったなと思っています。昇格してきたということは、昨シーズン勝利を重ねてきたチームで勢いのあるチームということは分かってましたし、前からアグレッシブにプレッシャーに来るというのを分かっていたので、そういったところで前半もう少しいなすことができれば、
後半もっと自分たち戦いやすい形になったのかなと思いますけど、まあ、そこはシーズン始めたてで積み重ねていくところだと思うので、そういうところでは僕たちのスタイルをぶらすことなく、うん、90分戦えたのかなと思いますけど、やっぱり、昨シーズン同様に引き分けだと勝ちきれないチームになってしまうので、そういうところでは2点目追加点を取るってことにもっともっとフォーカスを当ててやっていかないといけないと思います。やっぱり腕にキャプテンマークを巻くものとして責任はありますし、鼓舞することでチームをもっともっと流れを良くすることができると思うので、そういうところではプレー以外のところではもっとキャプテンとしてチームを引っ張っていかないといけないなとは思いますし、まあ、大槻監督が自分を選んでくれた意図っていうのもしっかり汲み取りながら、その想像力もさらに上に行くことができればチームをもっと引っ張れると思うんです。自分が何をしてチームに貢献できるのかっていうのをしっかりと見つけていきたいなと思ってます。